トプコンはグローバルに事業を展開しております。当社は、医療の医から始まる医食住の分野において、テクノロジーを活用して顧客に対してソリューションを提供するという会社でおります。まず一番最初に挙げますと、抗を生かしたハイパフォーマンスカルチャーの醸成というところに注力しております。でそのためには人材への投資も強化しております。その中で、ワークデー社さんを選んだ理由は、まずワークデー社さんのシステム設計のコンセプトが、ビジネスをいかに伸ばすかという視点で作られていました。もちろんデータ自体は蓄積されるんですけれども、そのデータを活用してビジネスに生かすということが求められていましたので、ここの機能が強いワークデー社さんが当社にとってベストな選択肢だと思っています。社員にとって大きな変革だったのは、まずこれまでは紙でいろいろなことやっていた文化でしたけれども、それがまずデータ上で、かつワークデーの中でワークフローもついて上長に評価システムが流れるといったところが、一番大きな変革だったと思います。それに対してワークデーが入ったことによって、レポートによってもたさらされるデジタル情報によって、これによって質が上がっていったというところがありました。上司と部下のコミュニケーション、目標を介したコミュニケーション、これが促進されたことによって、さらに目標をより良いものにしていこうという動きが見えてきました。そこ以下に有効に活用して、上司も部下もより良いものを作っていきたいというところが芽生え始めていて、変化革新なのかなと思っています。ワークデーさんの特徴として、常に改善、改革をされていくと、その気風というか、仕組みをですね、我々がどんどん取り入れることによって、我々も常に世界の最先端に立てるっていうことなのかなと思います。このCOVID を離れて、みんなが働くという中では必須のインフラだと思っています。これから私たちが取り組まないといけないところは、まずワークデーを導入して人材の可視化、またスキルセットが見えてきた、でこれを今度はデータドリブンという形でどうやってビジネスに生かして展開していくかというところを強化しないといけないと思っています。